パソコン病院です。今回はこちら東芝の 4K テレビです。これをメルカリで安く購入することができたんですけれども、なんと7000円で購入することができました。もちろん送料別で直接取引っていう条件になってしまったんですけれども、この型番 C340X っていうモデルは2020年に出たモデルみたいなので年式が新しいです。 4K テレビなので新品で購入すると10万円は超える品になるかと思います。神奈川の方まで行かなければいけないんですけれども、首都高速を使えば1本で行けますので、とりあえず安全運転で向かいたいと思います。降りる場所はこの磯子っていうところになります。車にギリギリ乗せることができました。商品説明文だと50インチって書いてあったんですけれども、50インチならテレビ横にすれば車に入るはずなのでおかしいなと思ったんですけれども、調べてみたら55インチでした。気持ちは50インチで来てたので結構ラッキーな気持ちになりました。とりあえずまた安全運転で帰りたいと思います。行きは出品者の方が手伝ってくれたんですけれども、家に帰ってからは1人で運ばなければいけないのでかなり慎重に運びました。テレビの画面は大丈夫だったんですけれども、家が傷ついてしまいました。やっちまいました。とりあえずパソコン用に使おうと思っていたこちらのペイントマーカーで修正したいと思います。いや、ローンがあと32年も残ってるのにこんな状態じゃやばいですよね。はい、では気を取り直して動作チェックをしていきたいと思います。ちょっと思っていた症状とは違いましたね。ノイズが入るっていうよりかは出力不良っていう感じでした。試しに Netflix を起動してみるとこんな感じです。Netflix は問題なく起動してますのでメインボードの方は正常かと思います。今回疑わしいのは T コンと液晶パネル、この2点になります。とりあえず分解してみたいと思います。はい、こちらも比較的簡単に分解することができました。テレビって結構でかい割には中身はシンプルなんですよね。こちらの今映っているものが電源ユニットになります。右側にある HDMI とかそういった端子があるものがメインボードって言われるものになります。真ん中にあるのが T コンなんですけれども、ちょっとこっちに注目してみたいと思います。テレビの映像は T コンから出るこの2本のケーブルによって制御されています。2本のケーブルから同時に信号が送られてくるんですけれども、その映像がシンクロしないと正常に表示されない仕組みになっています。今回の故障はここを疑ってみたいと思います。このケーブルどちらか一方を外したとしてもテレビの半分は出力することができますので、 T コンの出力系統の不良を探すっていう目的で片方を外してみたいと思います。右側半分の映像出力ができましたが、若干乱れがあったと思います。もう一方のケーブルも確認します。左側のケーブルは戻して、次は右側のケーブルを外します。こちら側のケーブルは映像出力が問題なさそうです。 Netflix を起動してみても問題なく映っているように見えます。つまりここまでの動作確認をまとめると、左側のケーブルでつないだ場合は問題なく出力がされますので、今回は右側のケーブルに不良があるっていうことが分かりました。前回の動画と同様にこちら側のケーブルのピンを一部遮断したいと思います。はい、まずはピン10個分をセロテープで遮断してみました。これで接続してみて動作確認してみたいと思います。皆さんのいいねボタンありがとうございます。いや、この方法ノイズがあるパターンでしか使えないかと思ったんですけれども、まさかこの症状でも同じことができるんですね。試しに Netflix のボタンを押してみたいと思います。しかしこれちょっと触ってみてたんですけれども、若干こうしましまが見えてしまうんですよね。これ遠目だとあんまり目立たないんですけれども、多分ケーブルのピンを遮断しすぎてしまった可能性があります。どのピンを遮断するのか、そういったことに関しては手探りで探すしかないです。先ほどは10個のピンを遮断したんですけれども、次は6本のピンを遮断してみると、こちら綺麗に映ることができました。しましま模様はなくなったので完璧に治ったんじゃないかなって思います。このセロハンテープなんですけれども、なんでこの右端に貼ったのかってところ、皆さん疑問かと思います。これ僕も完全に説明することってできないんですけれども、この2本のケーブルは一部同じ信号が流れています。先ほどはシンクロっていう言葉を使って説明したんですけれども、右と左と同じ信号が来れば正常に映すことができるんですけれども、右と左で別々の信号が来てしまったがゆえに映像が乱れてしまった、これが原因だと考えられています。片方の信号がうまく送信されなかった場合、もう片方の正常だったはずの信号もそれにつられてしまって不良の信号として表示されてしまうんですけれども、片方の信号を遮断してあげればもう片方の正常の信号は自動的に修正されて正常に表示されるみたいです。ここでのポイントは共通している信号を発信するピンを探すことです。今回はこちらのテスターを購入してみました。これを使っていろいろと確認してみたんですけれども、やっぱり右端と左端ですね、こちらの左右が共通しているピンが多いです。そういった理由からセロハンテープは右端の方からつけるんですけれども、これでうまくいかなかった場合は左端の方を遮断してみてください。遮断するピン数は初めは10ピンくらいで大丈夫かと思います。そこから様子を見てピンから2品ほど少しずつ狭めていったり増やしていったり、そういった感じで調節していきます。はい、いかがでしたでしょうか。今回なんですけれども、本体代は7000円で修理費は特にかかっていません。で、7000円って言っちゃうと、いやいや交通費はってなるので、まあ往復でだいたいガソリンも含めて5000円かなって思いました。なので今回は1万円ちょっとくらいでこちらのテレビゲットすることができました。このテレビ2020年製でまだ新しいので、せっかくなんで自分の寝室に使いたいと思います。寝室にあったテレビは逆に余ってしまうんですけれども、これそろそろ視聴者プレゼントとかなんかできたらいいなって考えてます。ちょっと送料で問題がありますよね。この動画面白いと思っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。